ようこそリーダーの挑戦へこの番組では僕が最も尊敬するリーダーの方をゲストと紹介し5つのキーワードからその方の人生哲学に迫っていきたいと考えています今回のゲストは三井住友ファイナンシャルグループ取締役執行役社長グループ CEO の太田淳さんです太田さんよろしくお願いいたします,しします太田さんは1982年京都大学卒業後住友銀行現三井住友銀行に入行2009年三井住友銀行執行役員就任後 2015年に新設された IT イノベーション推進部の担当役員としてベンチャー企業との協業やキャッシュレス決済事業を推進されました2017年三井住友ファイナンシャルグループ副社長に就任2019年取締役執行役社長グループ CEO に就任されましたそれではまず1つ目のキーワード能力開発についてお伺いしたいと思ってます、はい、太田さんはどうやって能力を鍛えてこられたんでしょう <laughs> あ,のあんまりこう能力を開発すると意識を持ってやってきたわけじゃないんですけれども、はい、ただやっぱりあの実際のこう仕事の中で、はいえー、開発されてきた能力が、えー、あるのかなというふうに思いますね。はい、私はあのずっとあのプロジェクトファイナンスという仕事を20年以上やってきたのでその中であの自分で勉強してというところが 多かかったようなす年間で最初からプロジェクトファイナンスをされたわけじゃなくて最初はしてみま3年間いらっしゃってそれから中国に行きました中国1年間で帰ってきてプロジェクトファイナンスの担当とプロジェクトファイナンス自体はその頃は部としてあるわけではなくてえあの一つの部の中の一つのグループでした4人しかいなかったです4人しかいなかった その4人でプロジェクトファイナンスを立ち上げられたような感じですかそうですねで特にあのアメリカの独立発電事業というのが当時、はい、あの大きくなってきていて、はいはい、でそれを始めたのは私が一人で始めました。ああそうですかはい ちょうど僕、住友商事で、えーあの、プロジェクトファイナンスを担当するプラントにいたんで、実はその時に太田さんと会って、うんね、<laughs> 一緒に飲み会も行く関係で、ずっとお世話になって、その先生、大変お世話になってますが、はい、そうやってプロジェクトファイナンス自体は、僕自身もかなりこう実際に伝わったことがあったわけですが、これ、えーうん、も全然銀行の融資と違いますよね、ね考え方も含めて。はい 簡単にざっと言うとどんな感じかっていうのはあのやっぱりあのその債務者が事業そのものになっちゃうので、はいはい、事業性というものの評価が必要なんですね、はいうん、だからあの会社に対してお金を貸すよりも事業に対して貸すので事業性の評価っていうのは難しくって当時誰もやってなかったもんですから、はい、一から勉強したというのはありますね、はい、住友銀行さんの中でも一番最初に手がけたのが太田さんと。はい ほぼ、はいはい、そうだったと思います、はい、そういう形でそのプロジェクトファイナンスをやるということですが、えー、基本的にはこう担保も取れないし企業に対してその返済を要求する権利もなくて、はい、基本的にキャッシュフローの中からキャッシュと担保にしてし、はい、それをその収入に、まあ、か返してもらうという形だっていうと。うん もうガチガチの契約関係を結んでいくわけですよね。はい、だから契約書を読んで、うん、はい。何が書いてあるのか理解するまでだいぶ時間かかります。これぐらい薄いですよね契約 <laughs> 全部で。はい、いっぱいありますから、ね、これがいくつかあるんですね。この、えー、あのそのサプライ側とメーカーとは、まあいろんな契約をガチガチ固めていく。はい、最初アメリカ出張行ってやりたいって言って、はい。でインベストメーショントバンクからその書類を送れてきたんですけどはい。ダンボール箱にいっぱい。 はい英文の書類が詰まってるんです。読みはしなかったです。いやでも実際読んだんでしょ。一 <laughs> ヶ月かけてます。一ヶ月かけて。はい、いや僕もそのスミスショー時代もう徹底的に読みましたからね。<laughs> そう、ね、その契約書関係を全部読んで。えーうん、であれはあの今もと普通の会社だと弁護士さんに任せきりなんだけど、日本の会社ってその営業担当者がすべて読んで。うん それを審査部に持っていって判断をしていただく法務部も含めて通していくっていうプロセスなんで相当鍛えられますよね契約関係とか契約当事者として契約も行っていく交渉も行っていく問題点を考えながらリスクも把握してその中で交渉も結構あるでしょうし一方他の コンサーシアンを組んだりするんでしょ、銀行が。ええ、しますね。なるほど。はい、そうすると、そうっ他との関係性も出てくる。これ大変ですよね。しかも英語でやらなくちゃないそうなんですよ。最初教えてくれる人なかったもんですから。だから分かんなかったら全部あんまりに電話して切れます、ね。ああ、そうですか <laughs>、えー。それはじゃあ他の銀行も、ちょうどその、 プロジェクトファイナンスとか、はいわゆるその後言われているストラクシャードファイナンスとい、えー、わゆる黎明期だったとそうですねまさに黎明期ですね。えー、ということはじゃあみんなでこう模索しながら、ね、新しい分野ビアに入っていったと。だからその新しいことをやる過程で結構いろんな力がついたのかなという気がしますね。なる あのこういったことをやることによって自分の能力が鍛えられたなと思う時がありましたマネジメント能力という意味では、はい、やっぱりあのシンガポールに駐在しましてね、はい、でそのプロジェクトファイナンスチームの駐在のヘッドやったんですねはい、はい、でその時ってあの部下が10か国ぐらいの国籍があを持って、ねはい、日本人って4人しかいなくて全体で670人いたんですけどね。 そそういう,こう、うういまた違う形の能力でですすよねそうですね,ねリスクを把握しながら融資、うん、新しい分野の融資をしていく中で、うんまあ、実際の事業主体とかさまざまな会社と契約交渉をしていくのも大変だし今度はその上に立って今度はリーダーシップを発揮していくグでードのマルチナショナルなあの、はい、方々をマネージしていく、はい、もうダイバーシティの典型みたいな組織でしたから。そそれはシンガポールのそういった,また <laughs>、はい その普通の融資の舞台とは違うのはいプロジェクトファイナンスの舞台を持ってまして、ね、これが地球の3分の1かばしてますあその結構中途採用の方も結構多いんでしょそういったプロジェクトファイナンスあのみんなプロですねあみんなプロの人がはい そうすると、日本人は日人しかなかったです。であ,あ、そうすると、みんな言うこと聞かないし。もともと投資銀行とか、そういった方から入ってくるケースも多いでしょうし。<laughs> うで,そで、はいね、その年俸、これだけ欲しいとか言ってくるし。はい、しるまあ、あの、いろいろと、ね、あの、<laughs> うん、リスクに関して考え方も違うから。そうですね,ね。意思決定も簡単でない、ないでしょうか。で、その時に、こう、そのいった、その。まあ、ダイバーシティ溢れる人たちの。うん マす能力が高まったそうでねコツが分かったんですけれども一つはやっぱり誠意ですよね誠意を持って対応しないといいこと聞いてくれないとこちらが誠意を持ってあなたのこと考えてやってますよと言って聞いてくれるもう一つはコミュニケーションでこんなの当然分かってるだろうということは分かってないので徹底してコミュニケーションを取る。 この2つがあれば、うん、なんとかダイバーシティーに富んだ組織をマネージできるなというのは分かりました、まあ、確かに誠意を持って接し合れて、うん、コミュニケーションを、うんまあ、丁寧に粘り強くしていくと、うんまあ、納得しますよ、ねはい、そうですね。